はい、じゃあよろしくお願いします。今回は英語の並び替えシリーズの第4弾をお送りします。で、前回同様3問問題がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分の方が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回2番なんですけど、なんだ、1と3みたいに会話ではなくって、その意味が載ってて、そこから英文作る形になってます。で、これはちょっとリクエストをいただいたんでね、ちょっと今回1問入れてみたんですが、まあ、まず1番行きましょう。で、 A さんがまあほにゃらら there と聞いてて、 B さん4 times、 まあ4回ですねって答えてる。で、何聞いてんのかなって考えていくんですけど、これ選択肢の中見ていくと、あることに気づいてほしくって、これは How many があると。で、これ前回の並び替えパート3の時もやりましたけど、 How many は How many もの S で使うのね、基本的に。 How many もの S で、その中でもまあもの S の1個だと思ってもらえたらいいんだけどね、 How many に times ほにゃららっていう有名な聞き方があります。 How many times ほにゃららっていう、これで回数を聞くことができます。回数です、何回っていう。だからもうこれがセットだなと、 times があるからね。つまりこの状態で How many times いけるなと思ってください。こう、こう、こうか。で、前回のその How many もの S の時も、まあ、How many 前回何だったっけ、ものが、Books かでやったのかな。で、その後まあ疑問文がくっつくと Do you ほにゃららみたいな、まあ、Do you have とかってくっつくんですけど、今回 Do がないのね。で、まあ、このね、 Been と Have と You があった時点で、あ、現在完了か、疑問文作っちゃおうって思う方は全然それでも構わないんですけど、もしちょっとうんって思う方がいたら、 Haveと過去分詞があるんですよ。ハブと過去分詞ね。で、ハブプラス過去分詞って現在完了形なの。これ中3でやります。自分動画もあるので、それもね。で、それを使った疑問文っていうのは、ハブを前に出すんです。もともと、You have been there っていうのが肯定文なんですけど、そのハブを前に出すと。だから、ハブ、You、being で there と、これが答えになります。で、どういうことかっていうと、まあ You have been there、 あなたはそこに行ったことがある、行ったことありますか、まあ疑問だからなってる。で、それに何回っていう How many times がくっついてるから、あなたはそこに何回行ったことがありますかって聞いてる、 A さんが。で、そしたら B さんが4 times、 4回ですよって答えてるっていう会話になってます。一番はね。なので、この How many times の使い方と、まあ、現在完了ですね、ここの部分をぜひね、まあ、ピンと来ていただけると嬉しいでございます。よし、じゃあ2番いきましょう。で、これはですね、まあ、まあ、リクエストをいただいたんですけど、これ、自分の住んでる地域の受験問題がこういうタイプじゃなくって、意味が書いてある並び替えなんですけど、やってくれませんかって言われて、何人かの方にね、言っていただいたので、まあ、たまにちょこちょこ入れていこうと思います。まあ、会話だったり、まあ、こういうタイプとかね。で、これすっごい有名な問題で、何か温かい飲み物をもらえませんかっていう文です。で、まず、ここね、これ問題関係ないですけど、can you? これは、ほにゃららしてくれませんかってお願いするときに使います。これも覚えておいてください。ほにゃららしてくれませんかって。で、その後ですよね。で、can you なんで、その動詞が来るんですけど、動詞が、まあ、give とかドリンクかな二つあるんですよ。でも、ここは、もらえませんかってお願いしてるんだよね。もらえませんかだから、まあ、セットでね、覚えちゃってもいいかなと思うんですけど、よく出てくるからね。もう、can you give me? 私にくれませんかって言ってるんです。で、この後に何をくれるか、その欲しいもの。今回だったら何か温かい飲み物ってのが後ろに来ます。Can you give me? 私にください。くれませんかっていうね。だから、まず give me 使っちゃって、でも残りです。で、今回はですね、ちょっと一箇所、カッコつけます。ここね。温かいにカッコつける。
何か飲み物をもらえませんかっていう、これもよく出てきます。で、それのもう一レベル上がったのがこれなんです。何か温かい飲み物もらえませんかとか、何か冷たい飲み物もらえませんかとか、こういうタイプで、まず何か飲み物っていうセットを覚えてください。これは something to drink、 この3つを使って、まあ、今その部分読んじゃったけど、ちょっと待って、think ちょっと離れたな。Something to drink です。これで何か飲む、あ、飲み物、何か飲むものっていう言い方です。 Something to drink、 これを Something to eat、 eat 食べるねって言えば、何か食べるもの、何か食べ物って言い方になります。 Something to drink とか Something to eat、 これをぜひも覚えちゃってください。だから Can you give me something to drink?って言えば、何か飲み物もらえませんかって言ってるんです。で、今回それに今使ったから消しちゃうね。 hot、 温かいっていうのをくっつけるんだけど、それをどこに入れるかっていうのが引っ掛けなんです。で、答えから書きます。 Can you give me something hot to drink です。これが答えになります。で、有名な問題ってすごく言いましたけど、これはですね、もうホットドリンク、まあ、ハットだけどね、ハットドリンクっていう風にくっつけてくなるんですよ。温かい飲み物っていう言い方でね。でもそうじゃなくて、この言い方の時は to の前に出てきます。ハットが、まあ、コールドとかもそうですけど、冷たいだったらねっていうのをぜひ覚えてください、この言い方ね。で、一個余談になるんですけど、これたまに疑問文じゃないですか。 Can you ってお願いしてるから。で、なのに、なんで anything じゃないんですかって聞かれるんです。some じゃなくて any じゃないのみたいな。で、これですね、英語を専門にしてる友人に聞いた話なんですけど、自分と専門じゃないんでね、知らなくって。で、それで昔聞いた時に、その聞き手、今回お願いしてる側、もらえませんかって言ってる側が、yes で帰ってきてほしいって、yes を期待して言ってる時は some を使うそうなんです。はい。って言ってて。だから、ここで anything 使ってしまうと、失礼な言い方になるんだよ、みたいな。の聞いたことあるんですが、まあそれが本当に確実かどうかちょっとわからないんですけど、一応自分はそう思って今でも生きてるといった感じです。まあ余談でごめんね。まあこのね、 something to drink、 この言い方はぜひ覚えておきましょう。で、ラストです。今度 A さんが Do you know how ほにゃらら other と言ってます。で、これまずここね、Do you know? まあ、これをセットって言うべきかわからないですけど、自分セットって言っちゃうんですけど、Do you know? で、あなたは知ってますかなのね。で、大体ここで切ることが多い。なぜかっていうと、その後に文がくっついて、この内容を知ってますかって聞くことが多いから。もちろんここに物の名前が来て、それのこと知ってるって聞くこともあるんだけど、並び替えとか受験になると、やっぱ文が長くなるので、基本的には。そうすると、Do you know? で切ってしまって、ここに来る内容を知ってますかって大体来ます。で、そこが問いなんだよね、今回わからないと。で、答える方が Let me see three years って言ってます。で、まず Let me see ですね。まあ、これが並び替え出てくることはあんまりないですけど、その自分で並び替える方ね。あと Let's see ですね。これも同じです。これで「って言ってます。よく長い長文の会話の時とかに出てくる。知っとくといいね。Let me see って。3 years? 3年って言ってるんです。B さんが。じゃあ A さん何聞いてんのかなってとこ考えていきたいんですが、ちょっとね、B さんの答えだけだと想像がしにくいので、A さんこういうこと聞いてんだろうな、みたいな。難しいので、まあ、how がここにあるから、じゃあ何かできないかなっていうふうに考える。でも、あとは other だね。other が最後にある。で、どっちから攻めるかわかんないですけど、これ、each が中にあって、最後に other がある。これ、each other がセットでできますね。each other ってお互いなんですけど。だから、いや、多分 each 最後じゃねえかなって自分だったら持ってきます、まず。これさ、下が、あ、入るね。あ、ラスト each かなって。each other お互いって言いたいからね。で、作ってみてダメだったら、また最初からやればいいからさ。で、次、how です。で、how の後ろ、何が来ないかなって時に、さっき、how many もの s、まあ、times だけど今回、やったりとか、how っていうのは、how much ねって言ったりとか、いろいろ言い方があるんですが、その中の一つに、how long って言い方があります。
どのくらいの期間って聞くときに使う。だから、あ、ロングがあるから、これ、ハウロングくっつくんじゃねえかなってちょっと思ってほしい。なので、今回そうなるかなってことで、ちょっと高さ変わるかな。これ入って、あ、ギリギリね。How long 使ってみます。で、くっつける。どのくらいの期間って。で、そうすると、残ってるのが、we と known と have なんです。これ見たときに、have プラス過去分詞があるから、あ、現在完了だなって思ってほしい。で、さっきみたいに、how many times 後ろ、その後ね、疑問の形に持ってきたいから、have you って持ってたじゃないですか。OK, OK. How long 来た。よし、疑問にするぜ。Have we known っていけば OK でしょ。で、やると罰を食らうんです、ここ。これが3番の引っ掛け。まあ、引っ掛けって言い方おかしいかもしれないけど。で、答えから言うと、現在完了は完了なの。使うんだけど、Have we っていう疑問じゃなくて、普通の順番にします。We have known。ちょっと高さが違うよね。ちょっと上げようか。あれか、自分が右上がりになっちゃったんだね、今ね。Each other。 入ってるかな。あ、OK ね。これが答えです。 Do you know how long we have known each other? Each other かっていう聞き方で、意味を先に言うと、これね、まあ、How long、 How から後ろの部分のことを知ってますかって聞いてる。で、 How long、 どのくらいの期間、私たちはお互い、 Each other、 お互いに Have known 知ってるって。だからちょっと固く訳すと、私たちってお互いにどれくらいの期間知ってるかを知ってますかって聞いてる。で、3年って答えてるんですけど、まあ、多分友達同士でこうお互いに、まあ、どのくらいの期間知ってるとか、いつから私たち知ってるんだっけ、友達なんだっけみたいな感じの会話です、きっとね。そしたら困ってる、 B さん、3年みたいなっていう感じ、多分ね。で、話を戻すとここです。How long 使いました。 How 使って、で、なんで疑問にならないのか。これは間接疑問文って言うんですけど、これね、自分の動画間接疑問文ってタイトルついてないんでね、ちょっと申し訳ないんですが、3年生、中学校3年生の9番かな、確かの動画で、最初に、あと文の最初に使わない疑問詞っていうタイトルがあるんですけど、それ間接疑問文のことやっていて、今 How っていう疑問詞ですよね。まあ、疑問文がここからできるわけですけど、それが文の途中に入ってるんです。Do you のが先に来てるから。で、こうやって疑問文、まあ、疑問詞のやつを文の途中に入れたとき、How long 疑問詞を使った後ろは主語動詞っていう普通の文の順番になるんです。こっちは How many times 最初に How を使った。よくね、ありがちな疑問詞の形。だから、後ろは Have you って疑問文の順番にしなきゃいけないんですけど、こういう風に文の途中で入れたとき、How long 疑問詞を使ったら、その後ろは肯定文、主語動詞っていう普通の順番になるっていうのをぜひ覚えておいてください。で、例えば現在完了とか、今の間接疑問文とかもそうですけど、3年生の動画で撮っておりますので、現在完了は本当 3年生の最初の方から 1,2,3 とかその辺だと思うんですけど、まあ、ありますので、もし詳しくね勉強したい方はそちらの方もぜひ見てみてください。では、今回は英語の並び替えシリーズの第4弾お送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、また次回ね、第5弾、会話文だったり、まあ、このタイプの問題、どっちね、使うかまだちょっとわからないですけど、また3問やっていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。